はい、皆さんこんにちは。有限会社空の桜井正宏です。星のカービィや大乱闘スマッシュブラザーズなどを作ったディレクターもしくはゲームデザイナーです。どうぞよろしくお願いします。最初にこのチャンネルの目指すところを述べます。ズバリ、世界中のゲームの面白さを少しだけ底上げすることです。一応お伝えしておくと、ゲームの作り方を知らない方にもおすすめです。というわけで、YouTube で番組を展開することにしました。といってもゲームプレイ実況で遊ぶ方面ではなくて、ゲーム開発、ゲームの面白さなどに即した話をしたいと思います。ゲームデザインとかゲームの面白さって曖昧なんですよね。人による感じ方の差も大きいです。私はゲーム制作学校などの講師を依頼されることがよくあります。あった方が良いですが、限られた人に対するプレゼンになりますね。また例えば GDC や SEDEC などゲーム制作の技術会議などにおいては、テクニカルなことはともかく、ゲームデザイン論はお役に立ちにくいことも考えています。だけど確かにゲームデザインのノウハウは何かありそう。人から伝授していってほしいと言われることもあります。何よりゲーム制作に接点がない人への取っかかりというのは必要ですよね。この世界を垣間見られることは大事。そこで私はゲーム制作のさまざまなことを番組にしたら、より多くの人に何らかの気づきを与えられる可能性を考えました。少なくとも講師や講義や本の執筆よりも効果的ではないかと。ゲーム作りの道に進もうとしている人がゲームの原理を知るきっかけになるかもしれない。すでにゲームを作っている人が、参考にできる考え方があるかもしれない。そこまで頑張らなくとも、他業種の現場や考えを垣間見るというのは多くの人にとって興味深いものです。ゲームを作るのとは関係なく、単にゲームを遊ぶ人もゲームをより深く知ることで、よりゲームを楽しく遊べるという可能性もあることでしょう。現にゲームをよく知ってる私は最大限にゲームを楽しんでますしね。いずれにせよ、このチャンネルで話すことは自身の経験にちょい足しするものだと考えてください。あくまでベースは視聴者の方の経験や技術や考え方、その考えにちょっとだけ下駄を履かせることができるかもしれませんね。もちろん効果はまちまちであろうと思いますが、お断りしておきたいのですが、非常に初歩的なこともお話しします。むしろ簡単なことだけで良いと考えています。ゲーム開発をしたことがない方にもなるべく分かりやすく、開発現場では常識と思われることも噛み砕いて解説していきます。反面テクニカルなことはあんまり解説しないつもりです。それぞれの開発環境による落差が大きいし、秘匿事項も多いですしね。だから技術的マウントを取りに来るのは控えていただけると嬉しいです。あんまり長話をすると頭の中に入ってきにくいですから、1話は2分から5分程度で終わることを目指し、見やすいボリュームで進めます。あっさりスパンって終わりますが、そういうものだと思ってください。この番組は日本語版と英語版を用意しています。 YouTubeAI の同一性チェックで片方が落ちてしまう可能性も考えられますが、手探りしながら作っていこうと思っています。ゲームの映像については、いろんなゲームの画像を半ば勝手に使わせていただこうと思っています。問題少なさそうですから、古典的な作品が多めになるかも。もし版元さんに怒られたら、その時に対応します。ゲーム映像があった方が明らかに楽しく分かりやすくなりますから、多めに見てもらえると幸いです。なお、なんとスマブラの、開発ロムの映像や、私が作った一部開発資料をお出しできることがあります。ということもあるので、任天堂には一応お話を通しています。ただこの番組は任天堂とは関係なく、私が運営していることをご注意ください。そしてこのチャンネルはいわゆる収益を立てることを目的としていません。なので広告設定などを途中に挟みません。動画が長ければ長いほど収益は上がるようですが、それも控えて短くいきます。
編集スタッフや翻訳スタッフがいるので作れば作るほど赤が出るでしょうが、これはボランティア、ゲーム業界への投資だと思って進めます。ゲーム制作者をターゲットにしているとなると非常にニッチなチャンネルになります。実際の効果は結果としても全く見えないことと思いますが、まずは正面から取り組んでみたいと思います。最後にこのチャンネルが目指すところを意味も含めてもう一度、世界中のゲームの面白さを少しだけ底上げすることです。ゲームを作る人、あるいは作りたいと思う人にささやかな気づきをもたらします。プレイヤーにとってもゲームのメカニズムが分かってよりゲームが楽しめるようになるかもしれません。また人のお仕事拝見というものは面白いものです。ゲーム業界外の方にもおすすめです。そして何より将来のゲーム制作者を増やす縁起になり得ると思います。それは結果的により面白いゲームが生まれる可能性を増やします。ニッチだけど他にはない価値がある、何年経っても参考になれるようにする、そんな番組を目指していますので、サクッとチャンネル登録をしていただければ幸いです。YouTube というと番組でチャンネル登録を呼びかけるものですが、番組内では以後呼びかけをしないことを約束します。だからここでチャンネル登録しちゃいましょう。してくれないと以後おすすめにも浮上されず、せっかくできそうな縁が切れる可能性があります。ニッチなチャンネルですからね。頑張りますので応援してください。よろしくお願いします。